毛まだある私。ねでも何年ぶりですかね。ねえ、俺最後になったらさ、六本木かなんかのさ、あ、そうだ、レコードになったでしょ。そうだ、あれからなってないかしら。あれっていつだろう。すごい前だよね。めっちゃ前です。めちゃくちゃ前だと思う。もうずっとショートだから、ボブしようかな。え、ボブにする。ここでボブだ。ここだと、まだここの台があるから、全然カッツンにならない。あ、そっか。だけど、全然かっこいい。ほんと？うん。おっしゃ。おっしゃくなったかな。ほんと？うん。前からちっちゃいんだけど。ちっちゃくなったかな。うん、なったと思う。顔って小さくなるのかな。なるんだよ。なるの？ボブ。ボブにする。決めた。メイクして。うん。あ、いいですね。ボブだって。ボブに。絶対首出た方がいいでしょ。絶対首が出る。ね。カット入ります。カット入ります。お願いします。え、でも前切ってもらった時は長かったよね。嘘だ。本当ですか？あれ？長かったんじゃなかったっけ？長い時くらい切ってたし、絶対本当？忘れた。ボブ似合うのかな。なんかちょっとどうなるのか。似合わないみたい。そうかな。けど今日はそんなボブ。あ、そう。でもボブ似合う。なんかボブってこういろんなパターンがあるじゃないですか。丸っこいのもあればね。昔やった時はちょっともさっとしたの。わかる？なんかもさっ、なんか垢抜けない感じだったの。俺はそんなことしねえぞ。そんなの私にもない。さすがやわ。明日誕生日だから、うん、その前に切りたかった。そう、返信できると。皆様に後ろのカットがお見せできないのが、いや、本当でございますが、普通だとね、こっちにもう一台あったりするんだけど、今日誰も撮ってくれる人いないから、申し訳ない。小林ちゃんが一番に見られるってことだよ。あ、私です。私の髪を。ございます。特に別に見たくもないって。どうなるんだろう。どう？捨てられた。置き去りにされてる人。ドキドキするな。すごい、すでに短くなってきたぞ。どういうこと考えて切ってんですか。生えた。私も一緒です。生えたよね。生えたよね。めちゃくちゃ。あとは海入りたい。あ、もう今海入りたいの。今日はね、海入りたい。すっごい波があったから、ね、あ、そうなんだ。今日の波はどうなの。波いいっすよ。いいの、うん。みんな入ってたよ。最高なんですよ。いや、本当だよね。多いけどね、みんな来てくれる。確かに。なんかね、でも気分転換にいいよね。すごい短くなったよ。短くなった。小林よりも短い。短いですね。首出ました。首出たね。はい、久しぶりに。絶対みんな後ろが見たいって思ってる。ミサイル。違います。 YouTube の方が見るからさ。子供めっちゃ泣いてる。めっちゃ泣いてるね。あんまり泣いてもみんなが普通。ばばばばば。ママと離れたか嫌なのかな。ね、短い。短いよ。短い。川端さんの世界にも入っちゃったから。お腹すいたっつって。
そう、私たちももうお腹空いてセブンイレブンでナゲット買って食べたんですよ。あまりにお腹空いて何か入れないとこれイラついてしまう。そう、僕ちなって久しぶりに会うのにチーンってなって、来てくださいとか言ってイライラしちゃって。前髪ですね。前髪ね、あんまり短くしたくないね。いつものようにこうやって横に開けるより、うん、ギリギリでちょっとこういうふうに下ろすこともできるくらいの方がいいんですよ。で、ちょっと伸びたら、ここに行ったら、うん、こっちの角は必要ですよ。そうね、長めを残しておいていただけると非常にありがたいと思います。はい、確かに勇気づけてあげて。君を守ってあげるよ。うん、その緑のやつは壊れてる。ちょっと泣きやんだよ。緑壊れた。壊れた。胴体が取れちゃう。胴体がこう取れたらもうまた。まあ泣いちゃうから。怖い。泣いてる。泣いている。お邪魔します。お願いします。あー、でも新鮮だな。あっさり。なんかめっちゃ噛みつきですね。本当ですか。はい、なんかほにゃほにゃになるんですよ。柔らかくて気持ちいいです。ないものねだりで、なんか針が欲しいなっていう思うんですけどね。針が変わります。本当。後ろも短い。いいですね。めっちゃ短い。でもショートじゃないね。でもショートではない。ね、おばさんにショートにお願いしたらベリーショートになっちゃう。パチンって切られる。髪の毛なくなった。新鮮だわ。うん。なんかこの感じはやったことない。なんか短さが違うよね。ほんとボリューム出ますよね、なんか。ね、ぺたんこにならない。いや、もっと短くしようとした。ははははじゃなくて、ダメですよ。スライドカットですね、これが。そう、噂の。あれだね、西見さんも顔ちっちゃいけど、顔ちっちゃいの。本当？西見さんは小さいの。へえ、かわいいよね。あれ見た？今やってるやつでしょ。今ね、途中まで見てる。最高ですね。最高。もうね、いいよね。彼女のお芝居がまたいいよね。昔から上手だもんな、お芝居。上手だね。うん、本当に。こういうところ、こういうところを、うん。あ、なるほどね。うんうんうん。ちょっとよりボリュームが出るようにしたいな。ああ、なるほど。寝ながらも見えるね。うんうん。平面的に見える。うん。金髪よりメッシュだな。そうだね。違う。金髪に近いです。いやいや、どんだけ金髪にしたい。白髪があるとメッシュの方がいいよね。結構見てる人みんな白髪でね、悩んでる。メッシュがいいそうです。でもほら、ババ臭いメッシュのやり方もあるじゃない。あれやだよね。そうそうそう、老けて見えちゃうやつ。髪の毛まだある？私大丈夫。後ろ見てないけどさ、髪ある？まだ大丈夫。大丈夫。後ろないないのない。もう刈り上げになってすごい切ってるから、もうないのかなと思う。すごい、キノコだ。
でもセットによって全然これ変わりそうな感じですね。かけられんくなる、かけられんくなる。まな板の声ですよ。まさに。まさに。まさに。お前さんまだ後ろ髪の毛あるわ。だんだんなくなってきた。だんだんなくなってきた。ちょっと、だんだんなくなってきた。じゃあ終わりましょう。あ、よかった。さあ終わりましょう。上品な。上品な。かわいい。野獣まったり。恥ずかしい。いや、初挑戦だわ。なんか、うん、すごいね。さすが、川端さん。新鮮。新鮮。46歳はこれでいきますわ。おこれで。一応後ろ見たらいいか。いいですか、見せてもらっても。見せてもらえるんですか。しょうがない。あ、おいい感じ。もっと切ってると思ってた。かわいい。で、これでボリュームを出してるのがあって、うんうんうん、そうだね。これ襟足が見えないところのボブが、うん、最終的に、うんうん、まあ一回やってみて、やっぱり短いのが好きだったらまた、そうだね、そうだね。いい感じ、ありがとう。素敵です。金髪のボブちょっと考えさせてもらってからちょっと娘びっくりしちゃうから、急に金髪で帰ってきたら。何歳？9歳。お小学校3年生。すっごい素敵な髪質してる。あ、ウェブなの。茶色くてでメッシュ入ってる最初から。高校生ぐらいになって毛質変わってた。そうだね。ここが緩いんですよ。そこ関係あるの。そこ関係あるの。ブカブカじゃないです。全然ブカブカじゃない。ヤジウマ、また結果ヤジウマが、ヤジウマが、あれ、すごい綺麗、めちゃめちゃいい、新鮮な本当に。うちのスタッフがこういうのも取り揃ってる。いろんなのがいるんです。いろんなタイプがいらっしゃるそうです。なかなかですよね。動物園すごいかっこいいです。ガラパゴス島から鳥のいろんな人いるからね。色も綺麗だ、すごい。